コミックワールドコスプレイヤー2013年10月コミックワールドはデディーター株式会社が所有する同人誌即売会の登録商標である CW と略す日本、香港、台湾、韓国でコミックワールドが開かれているが日本以外では主な業務を現地組織に委託しているデディーターは日本では スクリーントーンのデリーターブランドでも知られる企業である。日本では地方都市が中心だったが、1990年代後半までは東京や大阪市、札幌市、仙台市、福岡市など主要都市でも定期的に開催されていた。2000年以降は横浜市、埼玉市、京都市、山梨県がほとんど。しかし急遽休止が決定し、2008年8月3日の コミックワールドイに横浜49を最後に、それ以降予定されていたスケジュールはすべて、キャンセルとなった。東京開催では、声優の結城弘三木真一郎、渡辺美佐のトークショーとサイン会も常時、閉催されていた。コミックワールド香港は、CWHK と略し、香港最大の同人誌即売会である。隠れ会は、 CWHK27 のように CWHK の後に数字をつけて表す。1998年8月30日から始まり、原則として年2回、香港で最初のものではないが、数年で最大規模に成長した。コスプレ化、模型や人形も盛んなのが特徴である。主催は SE のほか、天格製作、香港美術用品専業中心。 実質的な主催は、天核政作で、同人サークルに由来する企業である。会場は、CWHK12 までは、CWHK9 を除き、左間角の無花派室進出内上官。CWHK9 と CWHK13 からは、九龍湾の九龍湾国際展に中心である。韓国のコミックワールドは、単に、コミックワールド、あるいは、 コミックワールドなどという、韓国最大の導入詞即売会である、1999年に始まる、ソウルと富山で開かれているが、以前はテグでも開かれていた。2009年1から2月には、82回ソウルコミックワールドと53回富山コミックワールドが開かれる。コミックワールド台湾は休業になった。ありがとうございます。